の大和なでしこに近づくため日々の鍛錬に励む。これもごひいき様方と仕掛け人様のおかげです。毎日とても幸せで天にも昇るような心地です。本当に嬉しいです。ありがとうございます。ご恩に報いるためにもいつか立派な大和なでしこになった私の姿を仕掛け人様のお目にかけたいです。仕掛け人様にお仕事を任せてよかったと思っていただけるように私頑張りますね。このような姿勢で良いのでしょうか。仕掛け人様、はい、本日の撮影に向けて練習をしていました。初めての衣装で写真を撮っていただくのですから粗相のないようにと思いまして。ですが、私はこういった異国情緒のある衣装をあまり着たことがなかったので心配で。けど仕掛け人様はどうしてこのような衣装を私に選んでくださったのですか？ごひいき様方にとって嬉しいこと。そうだったんですね。仕掛け人様、わかりました。私この衣装をしっかりと着こなしてみせましょう。にも気に入っていただけると良いのですが。仕掛け人様、はい、私頑張ります。この雑誌撮影のお仕事でごひいき様方が笑顔になってくださると良いので。